したことはねえ。 ただ飯ぐらいの兵士が。 感謝する。
油断は禁物だ。この任務を引き受ける。戦闘開始の時間だ。救援要請か。私が行こう。いいだ。倒す。討伐完了。討伐する任せろ。了解だ。片付ける。頼む。従う。死にたくないなら戦わなきゃ。救援要請か。無視はできねえな。以上頼みます。いいか。こっちに応援を回せ。問題ありませんか。無駄口を叩いてる暇はねえ。行くぞ。
に気を取られていた。オッケー、この状況じゃ仕方ねえ。とっとと切り抜けるぞ。戦闘開始だ、行くぞ。片付けて。私が行こう。Yeah!
に立ったつもりか。ならば礼を言う。ご無事で何よりです。救援要請か。行くぞ。倒す。いいだ。こっちを手伝ってくれ。これは当たった。片付けろ。来い。トゥトゥ。ありがとうな。さすがにヤバかったよ。仲間に手を貸すのは当然だ。倒す。こいつの匂いだったか。ゲルダーさん、お願い何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い。今日はどうするの？また来てね。またいつでも来い。
物が揃っているよ。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。何か食べるものはないですかね。酒が足らんわい。すまんの。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうしたいところなんですが、今は近くに獲物がいないんですよ。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから。私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、狩りこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。さあ暗くなる前に帰りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。何のことですか？ちょっと言い間違えただけですよ。それだけです。
急がないと本当に暗くなってしまいますから。怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？私が何かしたい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話してたの？そういうことか。でも、かすり傷で済んだんだろ。ミカサ、本人が気にしてねえんなら、もういいじゃねえか。でも、私の不注意で怪我をさせたから。頼み事がないなら、こんなのはどうかな。君がミカサに何か質問して、ミカサはそれに何でも答えるんだ。はあ？なんだそれ。こういうのは、けじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞きたいこととかない？志願しなく？そういや、お前も志願しなくの出身だったよな。ミカサ、何かこいつに昔のことを話してやれよ。今急に話せって言われてもミカサも困るだろうから、何か思い出したら話すっていうことでいいんじゃない？わかった。それでいいならそうしよう。また私のことを尋ねてほしい。何か話を用意しておこう。
いいものが揃って。また来てくれよ。降りないね。また私の技を受けに来たの？そうまでして、なんでわざわざ巨人との戦いに不必要な技術を身につけたがるのさ。そうかな。どうだろうね。そういうこともあるのかな。いいよ。この間の技くらいなら教えてあげる。見て覚えて。へえ、見られるようになったもんだ。あんた、そこそこ素質あるかもよ。さあ、どうだろうね。この技がこんなにありがたがられるなんてね。これを仕込んだ私の父はなんていうかな。これからも時間があれば教えてやってもいいよ。いい暇つぶしになるからさ。どうしたの？僕に何か用事？
なことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。そう言ってもらえると嬉しいな。もちろん引き受けるよ。座学なら僕でも教えられると思うし。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目。人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人は、なぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろ？答えは、皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目。通常種と異なる気候種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろう。あと、なんか見ててムカつくことだな。答えは、目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり、障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。え、いいのか？いや、それじゃ得にならねえ。俺を信じて見守っててくれ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は。ああ、来い。最後に勝利するのは俺たちだ。
休息も兵士の仕事。訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。ああ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんね。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえな、ミカさん。いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ。まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。やれやれ。生きて帰らない。
いいものが揃っているよ。また来てくれよ。生きて帰って初めて一人前だ。お、珍しいな。お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。それで、なぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんだが、エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。なあ、いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ俺も見習いてえな。絶好の実験日和だ。さあ行くよ。というわけで、巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは
調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。さあ捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。